I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Thank you.
ぞみんな。
Thank you.
待たせて悪かったな。ちょっくら下調べに手間取ってよ。構わんさ。君の神城への潜入計画には私も期待するところ大だからな。あの、私はなぜ呼ばれたんですか？突然呼んで悪いな、神城優子さん。電脳探偵のコネクトジャンプ、俺のハッキング、そしてオタクのコネ。この計画はその3つが合わさって初めて実現できるんだ。コネクトジャンプ。ああ、あんたは知らなかったか。おい、説明してやれよ。反電脳体、そんなことが。なるほど。でも納得しました。それで時々不思議な移動をしてたんですね。エデン症候群、あなたも。いえ、何でもありません。話を遮ってすみませんでした。じゃあ作戦の本筋を説明するぜ。今回の侵入プランのゴールは神城のアバロンサーバにある機密情報データベースのさらに奥にあるトップシークレットエリア。秘密の部屋。つまり神城、言い換えれば歴代 CEO、 今は岸辺の個人フォルダさ。聞けば京子さんたちは以前神城の機密情報データベースまではダイブしたそうじゃねえか。まったく、そこらのハッカーチームより恐ろしい探偵事務所だぜ、ここは。素直に賛辞を受け取っておこう。しかし、あの時の成果は結局、空振りに終わってね。なるほど。それで、さらにその奥のエリアに目をつけたというわけか。そういうことだ。コネクトジャンプを使えば、機密情報データベースまでの侵入は可能だ。まず神城のコネを使って特別招待枠として俺たちを神城本社の体験会に招き入れてくれ。神城の CEO 岸辺理恵が言ってただろ、エデンの大規模アップデートの体験会だよ。お宅にはその会場の端末から機密情報データベースへ侵入してもらう。侵入したら機密情報データベースの招待 URL を、そこから秘密の部屋に潜入するというわけだな。ああ、そこに保管してある情報さえ手に。でもって、お宅にはもう一丁コネを使って秘密の部屋に入るためのパスコードは、パスコードを知っているのは私に。ま、そういう最高秘密エリアに入ったら京子さんを経由して俺たちにパスコードを教えてくれ。なんだよ。いえ、それは一つ。秘密の部屋にはおそらく父の神城悟の手記や研究データも残っているはずです。それも一緒に手に入れてもらえません？そこにはきっと。なるほど、確かに秘密の部屋になる。ああ、そういうことも。もっともそこに。そうですね。もう一つ、エデンの量子的エデン初期からの。おいおいおい、ハルハラサーバーなんてあれはレジェンドクラス。自信か。うるせえな、とにかく。でもデジモン。なんだって。いえ、とにかく俺は手を引く。ここで君に降りられて仕方がないですね。私はそれで構いません。よっしゃ、そんじゃ作戦。